バナナと砂糖。本日は珍しくお絵かきスタート。イエーイ。何を描いてるかわかりますか？タツのお年子。魚ではありますが、その姿から想像できるように遊泳能力は低く、背びれを使ってふわりふわりと泳ぎます。浅い海の海藻などにくるりと曲がる尾で体を固定し、長く伸びたフンフン孔で動物プランクトンやユコエビなどの小型甲殻類を捕食します。初の落とし子ブルーンアーツサトゥー。やっほー、こんばるみーということで、本日は12月の15日ですね。はい、年賀状が出せるね、受付スタートの日となっております。はい、オープニングに書きましたのはじゃ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 ーん。わー、はい、ちょっと早いなと思いましたかね。はい、年賀にね、書こうかなと思ってるフリーイラストからちょっと真似させていただいた辰の落とし子となっております。はい、っていうことなんですが、はい、12月15日から年賀がスタートして、12月の25日までに出すと、元日までに届きますよっていうサービスになってますよね。はい、皆さん年賀書いてますか？はい、結構ね、可愛いスタンプもあってね、 SNS でポンなんてこともあるんですけど、まあね、プリントなになんなりね、紙で届く年賀のありがたさっていうのもありますから。はい、でね、結構ね、ネットサービスも今はね、充実してますからね、皆さんぜひぜひ今日からスタート、年賀の日ということで覚えておいていただけたら嬉しいです。ということなんですけど、本日はじゃじゃん、今年はうさぎ年、来年はタツ年ということで、またね、改めて別の形でドラゴンを作ろうと思ってるんですけど、タツね、タツの落とし子の方で塩を作ってみたいと思って、今日はここにおります。ということで、タツの落とし子ね、このイラストにのっとってタツの落とし子を作ってみたいと思います。はい、タツの落とし子だけに、タツの落とし子ブルーンアーツサトゥー。はい、よいしょ、はータツの落とし子を作ってみました。どうですか、可愛くないですか？結構可愛いよ君は。はい、ちょっとね、作ってみて結構満足、可愛かったんで。はい、ということでね、結構イラスト通りに作れたんではないでしょうか。かなりね、かわいいタツノオトシゴが完成しました。はい、ということでね、このタツノオトシゴちゃん、はい、来年度ね、頑張ってくださいということでね、今回はイラストからこのようにバルーンアートに敷いてみました。皆さんね、年賀状の方にもタツノオトシゴ書かれてるんで、要チェックでお願いしますということで、また来週お会いしましょう。というか、もうすぐクリスマスなんで、クリスマス動画も上がります。よろしくお願いします。バイバーイ。